こんにちは、橋本彩子です。今日はすっぴんでなんか変なもんつけてるんですけれども、いつものメイクの動画を撮っていこうかなと思います。まあ、私は元重症アトピー患者で、フルメイクっていうのは月に1日2日しかしてなくって、しかも用事が終わったらすぐ落としちゃうので、月に何時間とかしかしてないんですよ。でそのまあ月に本当に何時間とかしないメイクをどうやってやってるのかっていうのをお見せしていこうかなと思うんですけれども、全部が全部いつもやってるわけじゃないんですけど、がっつりメイクするってなった時にどんな感じでやってるかっていうことをお見せしていきたいかなと思います。メイクのプロとかではないので、別にそのテクニックは全然うまくないと思うんですけど、使ってる化粧品とかはめちゃくちゃこの荒れやすい私がですね、大丈夫だと思えるものを使ってますので、まあ、そのあたりをお肌の弱い方の参考になるんじゃないかなと思います。ちょっと今から人が来るのでどこまで撮れるかちょっとわかんないんですけど、まあ、撮れる範囲で撮っていこうかなと思います。この目元につけてるの何ってことなんですけど、これはですね、セイリンのパイオネックスっていう美容針なんですね。で、まあ、この中にはこういういっぱい入ってて、これ針の長さもいろいろあるんですよね。これは 0.9mm で、今つけてるのはもうちょっと長い 1.2mm のをつけてるんですけど、一番長いのだと 1.5mm とかあるのかな。なのでなんかあんまり長すぎるのを顔に貼るのはちょっと危険かなと思うんですけど、 Amazon で売ってます。で、まあ、なんでこれするかっていうと、パソコンずっと見るので根元がすごい凝るんですよね。でそれによってこうほうれい線ができやすくなったりとか、老けの原因になったりもするかなと思うので、顔が疲れてるなっていう時は結構この状態で寝て起きるっていうこともあって、でこれして寝るとすっごいぐっすり寝れるんですよ。人によって差はあるかなと思うんですけど、根元が疲れて眠れないとか頭が痛い時はこれよくやってます。人にはやんないでくださいね。これ自分用ですからね。注意書きとかいろいろ書いてあるので、しっかりこの説明書きを読んで注意して使っていただければと思います。ということで、じゃあこれからいつものメイクを始めていきたいと思います。顔のリンパの流れを良くしてリフトアップさせるために、可視光線っていうこちらの機械で光を当てていきます。こうやってやるとこう光が出てくるんですけど、中はこういう感じになってます。ここから出る光は紫外線ではなくて可視光線っていう、まあ、太陽光から紫外線を抜いた光と同じ光なんですけれども、まあ、これはですね、昔から民間療法として様々な治療とか治療院とかで使われています。私のおばあちゃんぐらいの代からずっと使ってるものでして、0歳からずっとアトピー治療に使ってたんですけれども、今はですね、主にその顔のリフトアップのために使うことが多いです。光を当ててリンパを流すっていう風にしてるんですけど、まあ、今この状態なんですけど、10分ぐらい当ててみてどのぐらいリフトアップするかっていうのをちょっと見ていきたいと思います。ちょっと時間経っちゃったんですけど、どうですかね、ビフォーと比べてあんまり変わってないかもしれないですけど、ちょっと自分では見てないので分かんないので、これからですね、さらにちょっとリフトアップするためのパオっていうこう器具があるんですけど、それでリフトアップしてからメイクに入っていきます。これを口にこう加えてふわーってやるんですけど、やってる姿はかなりシュールです。ラップを巻いたらね、洗ったりするのが楽なので、サランラップを巻いて、もう加えます。噛んじゃダメなんですよ。
早速メイクを始めていきます。普段は、まあ、今みたいな感じで針刺したりとか光線当てたりするんですけど、結構出張も多いので、出張中はですね、今日はやらないんですけど、こちらの、わ、これなくしたと思ったら出てきた、買い直したのに、あのホテルに忘れてきたと思って新しく買ったんですけど、この中にあったっていうね、ララルーチュっていう杉本彩さんプロデュースの美顔器なんですけど、これでですね、リンパの流れを整えてます。こういう風にやって、でここから超音波が出るので、ここに電源挿して、これで化粧水塗ってから、あのここら辺をこういう風にね、こうやってやっていくと、まあ、全体のリンパの流れが良くなります。なので、まあ、時間ない時とかはこれで最初にリンパを流します。化粧水が出てきたので、これが井上製香園さんのナチュラルスキンローションです。化粧水は手作りすることも割とあるんですけど、あのお店で売ってる化粧水って保存料とかそういうの入れないと売っちゃいけないっていう、なんか決められてるらしいんですね。なので、まあ、売ってるものっていうのはもう大体全部保存料とか添加物的なもの、その本来肌には必要ないものは全部入ってるんですけど、なので、まあ、大体荒れちゃうというか、もうピリピリしちゃうんですよ、化粧水塗ると。普段だからメイクしない時は全然何にもつけてないんですけど、井上製香園さんのスキンローションだけはピリピリしなかったので、メイクする時は愛用しています。あとお風呂上がりとかですかね。自分で作るときはビワの葉茶を濃いめに沸かして、それにグリセリンだったりとか、グリセリンがちょっと不安だよっていう方はベタインっていう大根のなんかあの糖分、まあ、それが保湿の役割になるみたいなので、それを入れて作ったりもします。まあ、最近はもう時間がないので、もう市販のものになってるんですけど、これを使ってます。でこれをあの、まあ、手に広げて、まあ、なるべくたっぷりとマッサージもしながらなじませます。でそこから下地を塗っていくんですけど、下地がこちらのノブのピンクを使ってます。年とともに人ってくすみがちになってくるので、下地はこういう色の方がいいかなと思います。赤みが強い場合は黄色とかもあるので、お肌の状態によって使い分けてるんですけど、ここ数年ずっとこれですね、の唯一これも痒くならないというか負担を感じないんですよ。こういう感じ見えますかね。ちょっとピントがちゃんと合うか分かんないんですけど、まあ、色の感じが分かればいいかなと思うので、これを顔全体、まあ、日焼け止めもこれ入ってるので SPF30 かな。日焼け止めもですね、普段塗らないんですよ、まあ、下地のこういうのに入ってる時は全然いいんですけど、日焼け止めの成分が原因で皮膚が今悪くなるって言われてて、発汗性物質なわけですね。でも SPF が強いほど刺激も強くなるので、紫外線予防をしたいのであれば、私みたいな引きこもり生活をするっていう、外に一切出ないんですよね、昼間、日中に。紫外線が一番肌には悪い、加齢の原因になると思います。下地を塗ったらこういう感じになります。ファンデーションを塗っていくんですけど、ファンデーションもいろいろ使ってみた中で一番負担が少ないなと思ったのが、ベアミネラルのパウダータイプのファンデーションですね。年齢が上がるとリキッドの方がやっぱりそのツヤ感っていうのは出ると思うんですけど、私はパウダータイプを使ってます。なんでかっていうと、やっぱり粒子がリキッドの方が細かいじゃないですか、その粒がね。であんまり細かいとやっぱりこう浸透してっちゃうのって、やっぱりこう異質なものなので良くないなと思ったので、まあ、パウダータイプでもツヤが出るパウダータイプのを使ってます。でこれはですね、タンヌードって多分一番濃い色なのかな。結構私首の色の方が濃いので、顔よりも首の色に合わせて顔もあの濃い色を塗るようにしてます。ファンデーションは濃いめの色の方が顔が引き締まって細く見えるので、膨張しなくていいと思います。でこれを出して、でこの辺ちょっと汚れるんだね、いつも。なんでこのちょっと汚れてもいい服を着てるんですけど、このティッシュ引こう。でこうネリネリする、こういう風に練っていくとだんだんこのブラシの中に
粉が吸収されていくので、まあ、20回ぐらいぐる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 と回して練ったら半分ずつファンデーションを塗っていきます。ちょっと右だけ塗っていこうかな。分かりますかね、違いが。こっちが塗ったんですけど、なんかシミ増えてきてるな。こっちが塗って、こっちが塗ってない方なので、こっちも塗っていきます。あ、ちなみにブラシはもうこのベアミネラルの同じのを使ってますね。で、ファンデーション塗り終わったらこんな感じ。結構ツヤありますよね、パウダータイプでも。乾燥肌だと本来はね、ツヤ出すって意味だと乳液みたいなのしっかり塗ってリキッドの方が仕上がりは綺麗だと思うんですけど、毎日メイクするとかって考えるとやっぱりお肌の負担考えた方がいいし、浸透しすぎない方がいい、まあ、塗らないのが一番いいですけどね。これができたら次はブロンザー、シャドウですね、入れていきます。ブロンザーがね、昨日ね届いたんですよ。新しくこれ出たのかな。あのちょうどなくなったので、今まで使ってたベアミネラルのが、同じのを買おうかなと思ったら新しいのが出てたのでそれを買いました。でついでにブロンザー専用のブラシも買ったので届いてますね。この2つが、ブラシがこんな感じです。ピカピカです。インビジブルブロンズミディアム、こうやってやるみたいです。なんかこんな感じですね。すごい粒子が細かい。ファンデーションの色とちょっと似てるからあんまりシェーディングされてる感じわかんないかな。でも前使ってたやつより自然かも。あ、でもちゃんとわかるわかる。どうでしょう、結構変わりましたよね。次にこのシャネルのハイライターで鼻筋とか顎とか入れていきます。鏡が汚いけどこんな感じです。だいぶこの低い鼻の顔にも立体感が出てきました。でベアミネラルのチーク、もうかなり使っててないんですけど、これも買わなきゃな。チークですね、これを。ちなみにこのチークブラシは普通の100均のものです。入れるとはい、だいぶ違いますよね。小顔命なので、ね、なるべくこのベースをしっかり小顔になるように頑張ってます。でもう全部ベアミネラルです。アイライナー、セザンヌです。裏側からね。あ、ちなみにまつげを長くしたいならオリーブオイルでマッサージするといいですよ。オイルで結構まつげ伸びたんで。でもやっぱ空気ですね、空気が綺麗だとなんかまつげ長くなります。このね、まつげの隙間を埋めていくようにアイライナーを引いていきます。上だけ引いてますね。下引くとなんか若作りのおばちゃんみたいになるので、なんで目元はね、年いけばいくほど自然にした方がいいと思う。それよりもやっぱりその肌の質にやっぱ力を入れるべき。今まあ36になるんですけど、36年中30年ぐらいはですね、もうボロボロの肌で生きてきてるので、
普通の肌、人間の肌として生きるっていうのがね、奇跡というか、それは普通のことではないと思ってるので、あ、ビューラーのゴムが取れた。肌のために今住んでる場所も選んだし、食べ物とかも、まあ、カップラーメンとかも食べますけど、肌のための人生を生きるっていうことを今も心がけています。マスカラがメイベリンのスナップスカラ、これね、あの長さが出るんですよね。はい、長さ出ましたかね。まだちょっとダマダマしてるので、ちょっと乾かしてから、このイップスさんの、今売ってんのか分かんないけど、このコームが金属のなんですよ。このイップスさんのは普通になんか100均とかで売ってるのってプラスチックじゃないですか。プラスチックよりも金属の方が使いやすいですね。エクステしてた時もあったんですけど、地まつげが抜けまくってしばらく生えてこなくなっちゃったんですよ。質のいいやつだったらいいのかもしれないけど、やっぱりちょっと負担かかると思いますよ。でコームで溶かして、でこれがメイベリン の、 あのボリュームが出るやつですね。これでボリュームを出して、乾かして、コームで溶かして、長さ出してっていうのを、まあ、3回ぐらい時間のあるときは繰り返してます。で眉毛ベースを描いて、あ、ちなみにこれはキャンメイクかな、眉毛ペンシル、これがこれセザンヌかな、え、これ鉛筆なんですよ。これすごい、もうどんだけ使ってんのっていう長さなんですけど、元はこのぐらいあったのが、多分3年前からこれ使ってると思うので、600円ぐらいでコスパ良すぎでしょう。うん、妹綾子みたい、ちょっと名前似てるよね、橋本綾子で、なんか、まあいいやこのこれだと濃いのでぼかしたりしながら、両利きだったらいいのにって思う、こういう時。もう一個のケイトかな、周りをぼかしていきます。眉マスカラ、ノーズシャドウ、マックのリップを塗っていきます。ちょっとリップブラシがどっか行っちゃったので綿棒で代用していきます。一応これでメイクが完成したので、髪を巻いていきます。コテはですね、いろいろ持ってるんですけど、一番最近買ったテスコムのこのイオンっていうのを今日は使ってきます。ここに今お水入れてるんですけど、蒸気がシュワって出てですね、その蒸気の力でカールがしっかり固定されるっていう。私いろんなホテルとかに出張で泊まるんですけど、そのホテルにこういうコテが置いてあるんですよね。で、いろいろ使ってみた結果、これがすごい使いやすいなって思ったので買いに行きました。何段かに分けてね、下は内巻きで、表面はミックス巻きで巻いていこうと思います。で、ちょっと巻くときにこう引っ張る、テンションかけると全体にツヤ感が出ます。最後まで巻いたらこうギュッと引っ張るのがポイントです。はい、これでいつものヘアメイクが完成しました。まあ、ここから外出するときはスプレーで固めたりするんですけど、家で撮影とかするときは基本この状態です。そんなに手が込んでなく見えると思いますけど、結構大変なんですよ。そのメイク自体っていうよりも、そのベースを整えるいろんなことがね。ということで、お肌の敏感な方にも実践していただけるヘアメイクをやってみましたので、もしよろしければご参考になればと思います。この動画がいいなと思っていただきましたら、高評価のグッドボタンを押してください。私に何か取り上げてほしいテーマのある方は YouTube からコメントしていただくか、詳細欄に記載の LINE アットからお友達登録していただいてメッセージしてください。このチャンネルのチャンネル登録もよろしくお願いします。
久々に後ろで一つにまとめてみました。夏はこっちの方が涼しくていいですね。